ども D チャンネルのアデリアンです。どうも D チャンネルの清盛です。どうも D チャンネルのアデリアンでございます。はい、清盛さん、はい、あなたもう見るからに相撲強そうじゃないですか。相撲体型ですね。相撲体型。実際にうちの地元で小学生が学校の近くの、相撲を取る場所があって。そうです。そこでわんぱく相撲っつって、こう子供同士でこう戦い合う相撲の大会あるんですよね。そうなんです。そこでちょっと清盛さん結構いい成績だったと。まあ一応3人ぶち抜きでメダルもらえますよってやつで余裕で3人抜きしましたね。で、はい、清盛さんこの間、社員旅行に、はい、山梨に行かれて、はい、その時の余興で、はい、とある変わった感じの手押し相撲をやられてたと。その特殊なルール上でも清盛さん結構強かったらしいんですよ。準優勝まで。準優勝で。1対1だと多分清盛さん強いなと思うんですよ。まあ僕と清盛さんで戦って僕が勝つっていうことはおそらくないでしょうね。だからまあ一回まあそれでまあ普通にやってみて、はい、その後に1対2の手押し相撲ってできないかなと思うんですよ。いやー結構むずいな。清盛さんはまあこうですよね、はいはい、で自分と半蔵がその後ろにいて、まあ、こうですよね。これかーこれかー。あこれなら勝てる気がするぞ。これでこれで、ね、これじゃあまずはじゃあ普通の手押し相撲でちょっと清美さんのポテンシャルを知ろうじゃないかということで、あでも半分も一応骨鳴らせるな。あっよーい残った。あっえあっえっよーい残った最初から見ていきたいと。あっ何が起こったか分かんないかもしれない。気づいたら砂がついてる。一枚岩みたいな。一枚岩。全然も不動な感じでね。これ勝てねえよ。それを2対1。だうちらはその片手ずつこうやってたらさすがに、うん、あれなんで手いやそうさっきは手抵抗で。これが手。はい。覇気が残ったらじゃあ清盛さん行っていいです。覇気残った。これ両方とも見なきゃいけないから辛い。いやさすが清盛さん負けた。1対2をもってしてもなかなか勝てないということで、ね、はい、先ほど言ってた清盛さんの、その社員旅行での調子相撲のやり方でいこうじゃないかということで、はい、ででった瞬間に行くよ。結構近いですよね。ハキは残った。残った残って残って調整やられないでしょ。ハキやったらラッキーやった。いけ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 。マジ体幹強い強いよ。昔はね、痛くなかったんですよ。余裕じゃんって。はい、いきます。さっきは、治った。そうですね、これが自滅が割った可能性あるんで。ワンダフル、ワンダフル。ワンダフル、ワンダフル、さっき開け。もう戻ったよ、もう戻ったよ、ほら。あっ、おい当たりだ、当たった。よいしょ。あ、眼鏡が怖い。眼鏡恐怖症だ。おいおいおい。やめた、逃がし方がうまいんだよな。ちょっと今日のやつはやっていった。あっと痛い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 。あ、うまいんだ。そうだ。はい。ああ、死んでる。ぶかかったら怖い。勝利で清盛さん勝利おめでとう。おめでとうございます。すげえ大丈夫だ。
約束の時間はもう過ぎている。それでもまだ恋しくとんぬくもりここに、信頼と裏切りがせめき合う。もう一度だけ夢のせいか言え。